こんにちは、ゆあり TV です。ご視聴ありがとうございます。本日はじゃんじゃん、ニュー長靴が到着しましたので、そちらの紹介動画となります。最後までご視聴よろしくお願いいたします。では開けてみます。今回買ったのザクタス、安い長靴、しかも派手派手な赤を買ってみました。で、ちょっとこちらの紹介の前にですね、今までの長靴、近くのショッピングモールで買ったコールマンの長靴なんですけど、2年履かないうちにですね、この辺から水が入ってきます。まあそこそこ、そんな安いものではなかったはずなんですけど、もうあっという間ですね。長靴はそういった耐久性がとても大事になってくるとは思うんですけど、それとここですね、フライマーは特になんですけど、ここに下に下ろしたフライラインが引っかかるんですよ。シューティングラインだとかシュート時に引っかかってラインがうまく出ていかないっていうことがあるんで、こういった調整機構は結構邪魔かなと使ってて思います。で、その後にこのエーグル、まあ証拠にもなくここにも同じような調整機構がついてるんですけど、これになるとそんなに引っかからないんですよね。このピローンと出てる感じじゃないのでそんなに引っかかんないんですけど、ただですね、ここが細い、僕は足が太いのでジーンズでギリギリ履けるぐらいです。なのでちょっと厚着をして、シャカのズボン、ウィンドブレーカーのズボンなんか履いてこの靴を履くと全然入らないということで、これは今息子が履いてます。なんかもったいなかったなと思います。で、同じくハンターとかも試着っていうんですかね、試しに履いてみたんですけど、ハンターも同じくここがあんまり広くないですね。で、今回買ったのがザクタス、品番はザクタス Z01 というものです。で、購入価格ですが、送料込み3620円、北海道なので送料がそこそこ870円かかってます。いろいろ比較したんですけれども、今回ヤフーショッピングで購入しました。ヤフーショッピングだと PayPay ポイントと T ポイントがついて、結果的に3000円ぐらいで購入できました。どこよりも安い感じだったのでヤフーショッピングで購入しました。で、これの素晴らしいところはですね、ここをカットできるんですよ。自分の好きな長さにカットができる。で、一体成形、これちょっとゴツゴツしてるますけど、こう段差があるように見えますけど、これ一体成形なんで、このつなぎ目から剥がれてくるとかよくあると思うんですけど、そういったこともないですね。耐久性は多分いいんじゃないかと思います。で、ソールの部分がこう3色になってて、ちょっとおしゃれな感じはします。この靴底がちょっと、いろいろ賛否両論で、なんか泥が詰まりやすいだとかそんな話を聞きましたけど、まあその辺は行くところが行くところなんで気にしないで使ってみたいと思います。履いてみました。エーグルはこの通りパッツンパッツンなんですよ。足が太いせいですけど、パッツンパッツン。ただゴムの質感はすごくいいですね。とちょっと懸念していたのがこの貼り付け部分ですね。買って2年ぐらいになりますけど、今のところこのそういった不具合は起きていません。このザクタス、この通り余裕があります。
これだったらウィンドブレーカーのズボンだとか防寒着だとか履いた状態で長靴も履けると思います。サイズ感ですけれども、普段僕はスニーカー、ナイキのスニーカーだとかは26から27ぐらいを履いています。革靴だと25から 25.5 ぐらいがちょうどいいです。ちょっとちっちゃめの足です。今回26.5 買いましたが、厚手のソックスを履く冬場なんかにはこれぐらいのサイズでもいいんじゃないかなっていう感じですね。サイズ感的には一般的なサイズじゃないでしょうか。やや大きいかな、やや大きいか一般的なサイズに感じます。重さは断然この3つの中では今回買ったザクタスが断然軽いです。でザクタスの中身ですね、この通り外が透けて見えるぐらい内張りっぽいものはほぼないですね。なんかこのメッシュ網状のものが貼られているだけです。足の裏が触れる部分ですね、そこも何もないですね。同じです。なので、寒い時期は防寒用のザクタスがあるんで、寒い時期は防寒用ザクタスを使うのがいいかと思うんですけど、いや本当は夏でも防寒用でもいいんですけど、ここにザクタスって白い文字ででっかく入ってるんですよね。それがちょっと微妙だなと思って僕はこっちにしましたけど、あったかさ重視なら防寒用がおすすめではないでしょうか。プライマーのおすすめの格安長靴の紹介動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。